はい、じゃあ本日はですね、赤坂金型彫刻所の3代目社長であります赤坂兵之助さんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい、では早速質問に入らせていただくんですが、赤坂さんの夢やビジョンを教えていただきたいです。はい。私の究極の夢は、ものづくりの学校を建てることです。はい。これは実は、中小企業家同友会という、経営者の勉強会の中で作らさせていただいたビジョンなんですけれど、はい。なんていうか、こう、想像もできてるんですよ。3階建ての白色の、こう、L 字になってる建物で、はい。ちょっと山の奥手の方に広い土地で建てておりまして、で、広いグラウンドがあって、ここでは、日本の若者はもちろん、世界中の若者が一緒に学んでるんですよね。そうすることによって、そのものづくりの技術を学びながら、文化、風習や言語交換をしてもらうと。そのような夢を持っております。すごいですね。ものづくりの学校だけど、その文化や風習とかそういうのの交流もされると。そうですね、いろんな国のいろんな若者が集まったらですね、はい。いろんな国の人たちが仲良くなるわけですよね。うんうん。そうすると、彼らの世代できっと戦争はなくなります。そんなふうな 夢ですね。夢を描いております。じゃあその最終的にはその文化や交流とかをしながら戦争もなくしていきたいというぐらいの夢を持たれているということですか？そう、それはその夢をどんどんこう深掘りしていったらそこが分かってきたんですけれど、結局だから文化風習の違いとか考え方の違いがあるから戦争は起こりがちだと思うんですよね。でも、その若者たちが40、50、つまり、その国の、最前線で働くとか活躍する世代になったときに、はい。あの国に彼がいたからちょっと相談に乗ってもらうとか、そういうことになるときっと、究極的には戦争がなくなると私は信じています。すごいですね。なんかもうものづくりだけの、ものづくりをやりながらも、なんか本当になんかそこだけではとどまらないというか。そうですね。もうまず、ものづくりで言うと、やっぱり我々人間の生活は人間が作ったもので成り立っていますからね。何一つとして、これ、土確に埋まってたとか、木から生えてきたとかじゃないですもん。かに。この尊さを感じながら、取り組んでもらえて、かつ世界中仲良くなればいいなというのは、すると、世界中でワクワクできますからね。素晴らしいですね。もうめちゃくちゃそれ叶えていただきたいなというふうに思いました。頑張ります。はい。はい、ありがとうございます。では2問目なんですが、その夢やビジョンをですね、具現化するために、今、どのような目標や計画を立てていらっしゃいますか？はい。そういうことを意識して、あちこちのセミナーとか回らせていただいている中でですね、大学の名前言ってよろしいですかね。あ、はい、大丈夫です。大阪工業大学という大きな大学があるんですね。はい。そこの教授と出会わさせていただきまして。で、そこの、教授、お名前言ってもいいのかな。まあ、井原教授っておっしゃるんですけれど。で、その教授先生が、ものづくりセンターという、それもまた大きい校内に建物があるのですが、そこの、センター長さんやったんですね。で、セミナーで出会った後、その先生のお話が面白かったから、帰り捕まえて話させていただく中で、一度遊びにおいでって言ってくれありました。ほんで、遊びに行かしてもらったら、ものづくりセンター紹介していただいて、ほんで、研究室に戻ってから、君は、私ね、君はなんていうのかな、けったいなもの、みょうちくりんなものを作ってるみたいや。ほう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 。で、ところで、うちの研究室の生徒さんが、卒業論文のネタに困っている。で、君、ちょっと一緒にでけへんかって言うてくれはって、そっから非常勤講師をやらせていただいております。
だから不思議ですね、そういういわゆる世間でも言われるアンテナ立てながらあちこち回ると、うん、今自分がやってみたい取り組みたい出会いが得られると実感しました。なるほどなるほど。じゃあなんかそのまあその目標夢やビジョンを持ってアンテナ張って行ってたらもうそういう出会いが起こったということなんですね。そうですね、はい。で実際にその例えばけん非常勤講師とかをされながらどんどんその教育現場にも入っていってその最終的にそのものづくりの学校を建てていきたいっていうようなイメージでよろしかったでしょうか。そうですね、今むしろ私はあの子たち学生さんたちと一緒になって取り組んでるイメージの方が実は近いです。だからもちろん教えてあげることもありますけれど、はい、教えてもらえる経験させてもらえることもすごくありますので、きっと大阪工業大学での経験はこの先のこの最終目標最終の夢にすごくあの時大工大化しててもらっててよかったなと思えると思います。ありがとうございます。ではですね、その目標や計画に対して、まあ、現在どのような活動指針を持ってどのような基本活動をされていますかという質問なんですが、はい、もう現在ですね、今一番大事にされていることだったり、うん、まあ、実際に活動されていることをお話しいただきたいと思います。そう、一言で言うとワクワクできるかどうかです。というのも私自身ものづくり好きですけれど、やっぱり極端に言うとただの四角とかただの丸作っててもあんまり面白くないんです。はいはいはい。ほんでその大工大で、ね、取り組む時でも、はい、まあ年一回そういう加工したものをコンテストに出すのがあるんですけれど、はい、私が気をつけてるのはその子たちが作りたいと思うものを作らせてあげるっていうのを一番大事にしています。へえ。でないとしんどいですよね。そのただの四角作りなさいとかただの丸作りなさいって言うたって、うん、結局はそれはただの作業になってしまいますので、うん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 、それでは身にも入らないしやってても楽しくないし、ですから私が今取り組まさせてもらってる私の祖父の初代がやってたような彫金彫刻宝飾のお仕事、あんな時のデザインでも自分がワクワクするかな、これ面白いかなっていう、そこをこう判断基準に置くことが多いです。へえ、うん。やっぱワクワク、自分自身もワクワクしながら生徒さんたちももう自分が作りたいものを作ってもらうことでワクワクしてもらいたいっていう、そこを大事にしてるってことですか。ね、へえ。いいですね。きっと、我々うん、はい、大人でもそうですけど、きっと自分がワクワクして自分が面白いと思うことはやっぱり、ね、こう一生懸命取り組むと思うんです。そのような理由でワクワクすることは大事にしております。すごいシンプルですけども、すっごい大事なことだなって思いました。はい、ありがとうございます。ではですね、そもそもその夢やビジョンですね、そのものづくりの学校を作って、そしていろんな世界の方たちからに学んでもらって、まあ、異文化交流とかしてもらいながら最終的には戦争もなくなる世界を作りたいっていうような、その夢やビジョンを持つようになったきっかけは何だったんでしょうか。そこにはどんな出会いとか発見があったのかを教えていただきたいです。はい、実は私の祖父は、まあ、戦争に行って、大砲を撃ってたらしいんですよね。ほんで敵兵さんに足打たれて、まあ、怪我して帰ってきたわけなんですけれど、うん、その祖父は仕事中の事故で、片手を失いまして、はい、そこからこういう装具を退院してきてから自分で作って、これを左手にはめて、でそこにこうタガネをつけまして、ね、それでこの愛用の金槌でまだ仕事してたんです。腕を失ってからも。そうです。うん、でそのようにして
そうですね、仕事に打ち込むというよりは、きっと祖父は彫刻が好きでたまらなかったと思うんです。つまり自分がきっとワクワクしてたんでしょうね。で、その祖父が戦争から帰ってきて、まだその仕事を続けて、かつ左手を失ってさえも取り組んだその彫刻彫金という仕事。はい。それはきっと自分自身がその仕事をして楽しくなければそこまで絶対しないと思うんです。で、そのようなことをその中小企業家同友会の先ほどの理念を作る指針セミナーというんですけれど、そのセミナーの中でずっと考えてたんですよね。ほんなら私、一番古い自分の作業の思い出が、多分幼稚園ぐらいの時に、銅のこんなちっちゃい塊をですね、はい。こう、砥石とかサンドペーパーで磨いてピカピカにするまで磨き上げた思いがあるんです。で、その時私は間違いなくワクワクして夢中になっておりましたので、きっとだから老若男女、お年寄りでも、ね、若い、人でもちびっこでも男性でも女性でも、そういう気持ちがあれば一つのことをなせるんじゃないかなっていうので、それがきっかけかな。きっとだから自分がね、自分ちの仕事場でワクワクしながらそれを磨いてた、それが一番の発見かもしれません、自分自身の中に。その時の、その自分のワクワクな、だった時の気持ちを思い出したり、思い出したっていうのが大きかったんですね。あと、おじい様の、そこまで、怪我してまで、腕を失ってまで、ものづくりに没頭してた姿もやっぱ大きかったんでしょうかね。例えば、一枚写真共有してよろしいでしょうか。はい、どうぞ。はい。これは祖父の作品で試し打ちっていうのが残ってたんですけれど、昭和天皇の記念の小判だそうです。へえ。で、この小判がその、ほんまにその、本物の金をプレスして小判にして流通したかって言ったらもう絶対違うと思いますし、まあ、違うというよりは簡単に信じられないし、ほんで、どのような経路でこの仕事をしたのかはわからないんですけれど、まあね、片手を失いながらでもこんな仕事に取り組んでいた祖父ですから、その祖父に負けないようにワクワクしながら続けたいなとは、めっちゃ思います。はい。すごいですね。なんかおじい様のその、なんていうんですかね、その歴史というか、志とか、なんかそういうものと出会ったら、やっぱり湧き上がってくるものがあるのかなっていうふうに、ちょっと自分なんかが、なんかなんていうのかな、わからない世界なのかもしれないんですけども、もうそういうその縦のつながりというかですね、すごいものを引き継いで、生き受けていらっしゃるんだろうなっていうのが伝わってきました。はい、ではですね、その、まあ、今の発見や出会いですね、その小さかった時の赤坂さん自身のワクワクだったりとか、おじい様の、そのお仕事に対しての姿勢だったりとか、そういうものと出会った時に、やっぱりそれをきっかけにできた赤坂さん自身にはどんな背景があったのかなっていうのがすごく気になります。はい、そう、結局私もそういう機械であったりコンピューターであったり工具であったり道具であったりがやっぱり好きなんですよね。その中で樹脂っていうのもそういう科学的に生成されたものですから、その射出成形の金型作ってかつ世界中のいろんな特殊な樹脂を扱える、まあ自分自身が成形するんではないんですけれど、はい、まあ、何もかも知れば知るほど奥が深いっていうのは非常に興味深くて、そういう仕事の先輩、人生の先輩に出会っていろいろなことを教えていただく、先ほどの大工大の井原教授でもそうですけどね。で、成分解成樹脂 PLA っていうんですけれど、それの世界の第一人者の方にも2016年にたまたま出会わせていただきまして、
ほとんどそれと同時に SDGs に取り組んで、はい、あ、きっとこの成分解成樹脂っていうのはこれから世界に求められるんだろうなという、その予感をいただける出会いもいただきました。その赤坂さんがそこまでこの奥深さというか、そういうのを楽しめたりとか、なんか追求心がすごいなっていうふうに思ったんですけども、そこはなんかなんでそんなふうにこういい意味でですね、のめり込めるのか、追求できるのかっていうのはなんでだと思いますか。なんでしょうね。だから先ほどのアンテナの話をでいきますと、あの好きなアンテナしか立ててないんでしょう。あの自分が好きに思うものに反応してくれるアンテナしか自分自身で立ててないんでしょうね、きっとね。それはもう昔から、うん、小さい頃からそうだったんですか？そうですね。あの自分の好きなもの、例えば、小学校6年生の時にあの小さいコンピューター買っていただきまして、父に。はい。でそから開けてもくれてもコンピューター触ってたりとか、へえ、うん、それは、うん、鮮明に覚えてるな、うん、きっとだから皆様方でも、うん、自分の好きなことには没頭なさると思うんですよ、はい、うん、音楽やったり、ね、映画やったり、うん、絵を描いたりとか本を読んだりとか、うん、その集中力が私にはたまたま産業工業ものづくりであったということで、うん、私にしたらその、ね、動画編集できはる人とか文章を書いて本にしはる人とか、うん、そういうなんていうのかな、知的生産っていうんでしょうかね、そういうことしてはる人ものすごいなと思いますもんね、うん、それと似てるかもしれません。なんか私としてはその、ね、好きなことに没頭をし続けることができる人っていうのはすごく魅力的だなって思いますし、なかなか今の時代その自分がやりたいことじゃないことをやっぱりあのやってるっていうことも多いのかなっていうふうに思ったのもあって、やっぱりそこに突入できるっていうのはやっぱかっこいいなっていうふうに思いますね。だからね、好きこそものの上手なれなんて言いますしね、うん、うん、その好きなことを仕事にできてる私は本当に幸せ者です。確かに。いや、あの最後なんですけども、ぜひ視聴者の方にですねメッセージを送っていただきたいと思います。はい、はい、お願いします、はい、今日は最後まで見ていただきありがとうございます。きっとあの私で言うところのものづくり、そのようなあの、うん、転職、自分が一生懸命取り組んでも悪くないなと思える出来事に出会えるように、皆さんどうかあちこち歩き回ってください。あの好奇心があれば絶対それに出会えれます。私でも出会えたんですから、皆さんにも絶対にできます。一緒に頑張りましょう。はい、いや本当になんか私もお話をお聞きしてて、なんか本当に自分がワクワクできること、本当に自分が没入集中してのめり込めることと出会えることっていうのがどれだけ幸せなことなのかっていう可能性も感じましたし、あと赤坂さんのですね、本当にそのものづくりに対してのプライドや誇りというか愛情、そしてそこからのその夢やビジョンでですね、その学校を作って、それであの一人一人がワクワクできる心でどんどんものを作っていってもらいたいっていう、そういう思いとかもすごく感じ取りました。あの今日はですね、本当に素晴らしいお話を本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。